理系転職のチャレッジがお送りする理系をゆるく楽しむチャンネルです。突然ですが、こちらの実験、あなたは見たことがありますか？砂糖に硫酸をかけると真っ黒になったかと思いきや、煙を吹き出し黒い物体が膨張していくこの実験、ショート系動画などでも人気を博し、国内外問わず広く再生され話題となった実験動画です。今回は一躍有名になったこの実験を解説していきます。この実験で必要なものは濃硫酸とスクロースです。スクロースは諸糖ともいい砂糖の主成分です。先ほどの実験映像を見直しながら解説していきます。スクロースが入った容器に濃硫酸を入れてしばらく様子を見ると、もくもくと煙を上げながら容器の中身がどんどんと黒くなっていったかと思うと、さらに容器から吹き出して出てきました。これは濃硫酸の脱水作用により起こる現象です。スクロースは脱水され炭素が残ります。化学反応式でこの実験を見てみましょう。反応式を見てわかる通り、スクロースから水と炭素が得られることがわかります。こちらの実験は硫酸を用いるので大変危険です。実験の際には十分注意してください。最後に、ここまで見てきた濃硫酸とは性質が異なる希硫酸と様々なものを反応させる実験を見てみましょう。こちらはジーンズに希硫酸をつけた場合どうなるかを示す実験です。希硫酸につけておいておくと繊維が破壊されて、指で触れるだけで簡単に穴が開いてしまいます。段ボールに希硫酸をつけた場合も真っ黒になりボロボロと崩れ落ちてしまいます。では金属の場合はどうなるでしょうか。亜鉛メッキ加工された釘に希硫酸をつけて放置すると、泡を出しながら溶けていき、表面がすべて溶け落ちてしまいました。今回の動画はここまで。これからも話題の実験を解説していきます。次回もお楽しみに。